データが消えてから白ドダはやめたのですが、無名さんの実況はなぜか見続けてしまいます。発声や話し方でこだわってることやコツはありますか？梅ヌンさん、コメントありがとうございます。データが消えてから白ドラやめたのに俺の実況を見ててくれてるってことですね。いや本当にありがたいですね。俺がもしね、その梅ヌンさんの立場だったら俺もう絶望的になってね、多分動画も見なくなると思うんですけど、いや嬉しいことですね、見続けてくれてるということは。ところでね、発声や話し方でこだわってることやコツについて聞くってことは、なんか実況者とか目指してるってことですかね。まあ実況者とか目指してるならね、発声や話し方とかは別に なんだろうな、誰も参考にならないですね。自分らしさっていうのをね、出すといいと思います。俺別にそんなね、話し方とかね、喋りたいこと喋って、うん、言いたいこと言ってみたいな、そういう話し方なんで、まあ、参考になるかって言ったらね、ならない方がいいんじゃないかなとは思うんだけど、まあ少しでもね、うん、俺の動画見続けてくださいありがとうございます。皆さんチャイアス無名です。はい、今日もね、楽しく、白ドラ実況やっていきたいと思います。ということでね。ですね、今回は、まあ、ね、なんだっけな。なんか出たんだよな、新キャラ。あ、そうそう、ホワイトドラゴンが出たんで、ちょっとホワイトドラゴンね、強いのかどうか、ちょっとね、検証というか、一応見ていきたいなということで、やっていきましょう。相手はバットリーダー。まあね、腕音なんで、まあ、そんなね、硬くならず、まあ、気軽にやっていけたらなと思います。ホワイトドラゴン強いのかな？俺的にはね、さっき戦ったんですけど、なんかね、あんまパッとしないキャラでしたね。あんまパッとしないキャラで、いやなんか、コストがなくなったり、なんかね、体育がなかったら別に相手しないで無視して、なんだろう、あ、なんだこの大砲まあなんか今話しててね、めっちゃ集中してなかったんですけど、まあ、とりあえず、なんかね、対空なかったら別に相手しなくていいし、まあ、対空いるなら別に、そんなって感じだし、ちょっとね、難しいキャラですね。使い勝手が難しいキャラになってますね。さあ、どうしようかな。厄介ですね。さあ、ここ、ガッツで守っていきましょう。うわぁ！ガッツじゃない方がいいのかな。ガッツ移動しちゃってさ、ダメなんだよね。押し出す。さてと、ここでイカ。イカか。イカどうしようかな。イカ無視していこうか。イカ無視しても全然大丈夫な気がしてきた。ナイス。ここヒュドラ置いて。バーサーカーって剣士3体ぐらいで止まるか。止まるね。で、吹っ飛ばされないんで、チビクロにはサイぶつけていいかな。さあ、ここでコロポックル。さあ、コロポックルがいるけど、ホワイトドラゴンどれぐらいだ？いやー、なんかホワイトドラゴンなんか強いのかわかんねえな、これ。ちょっとわかんないっすね。さあ、リーダーバットってね、どれぐらい？おっと。一方的に殴れるのか。あ、でも、対空に、なんか空に飛んでるから、地上のキャラじゃ攻撃できなくなってますね。さて、で、ここで、ウィッチを使っていこう。いいよ。オブジェがあるとそっちに攻撃してくれるんで、強いですね。そして首が飛ぶ。やっぱりヒュドラが強くなりましたね。いいね。このホワイトドラゴンとヒュドラ。めっちゃ強いですね。お、ゼウスが来た、ゼウスが。さあ、これはゼウス無視していきましょうか。ゼウス無視して。イカズチ痛いよ。取れる取れる。いいよ。ホワイトドラゴン、頑張ってくれ。さあ。ヒドラ、タイマンで勝てるのかな、ゼウスに。なんか勝てそうで、強えな、こいつ。頑張れ！よし！よし、対戦ありがとうございます。ということでね、まあ、結構強かったね。結構強かったね。っていう感じかな。はい、2戦目ですね。ゼウスか、ゼウスか。ホワイトドラゴンね、なんかゼウスに弱いらしいですね。ゼウスとトレントかなに弱いらしいんですけども。まあね、どういう感じで戦っていこうかなと考えてるところなんですけども、どうしようかな。あー、微妙だな。トレントもね、ゼウスに対抗できないんですよね、正直。トレントが対抗できないキャラってね、結構いるんですよね、ゼウスとか。ゼウス、ミノ、まあ、レドラもタイマンじゃ負けますし。まあでも、どうなんだろうね。バルーンゼウスとかでね、同じラインに流されると、トレント一体じゃね、物足りないんですよね。トレントと何かしらの大型持ってきてても、
あの負けるときは負けちゃうんだよね。でここで、とりあえずタートルキャノンでも置いときましょうか。この剣士の軍団に出してくれたことでね、おー、リザードメン、リザードメン、うーん、死神の鎌入んないか、やばいやばい、これまさか負けるやつ、デビル怠慢で、うん、鎌さあどうだ、鎌入れろ、鎌入れろ、鎌入れろ、いいよいいよ、いやーきついかな、どうだろう、よしよし頑張れ。クレフラもう使い捨てですね、あれクレフラ使い捨てます。オッケーで、トレント歩かせたくないんで、ここでヒュドラ、ヒュドラここで行きましょうか。ホワイトドラゴンさあ使っていきたい。再生レベル5、いやこれぐらいの再生でも絶対強いからな、ヒュドラの首、やべえ飛んできた、あ飛んできた、お危ね、よしよしよし、さあここから、まあ、結構ねホワイトドラゴン今強いみたいなね多分印象当たってると思うんですけど、俺そうでもないかなって思ってるんですよね。なのでまあね、なんだろうな、進撃してぶっ壊れキャラではないんで、まあね、この迎撃としては全然強いんですよ、迎撃としては全然強いんですけど、なんかね迎撃ならまあ別に相手しなくていいかなみたいな感じのキャラなんで、まあ、そう考えるとね、強いっちゃ強いけど、別になんかそんな優先して作るべきのキャラなんでもないかなみたいな思いますね。さあ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 、ほらなんかね別に対空、相手がね対空なかったら、あーライン引いて、この砦のライン1個引いて、うん、なんか別な大型戦始めて、まあ、そこでドローン狙ってもいいしみたいな感じの戦い方でもいいと思うんですけど、まあ、どうなんだろうね、これがね俺多分情報修正入るんじゃないかな、なんかちょうどいい強さなんで、ぶっ壊れてる感はねないので、おそらく情報修正入ってね、そこでなんかまあ古代魔導士みたいにぶっ壊れるんじゃないかなと思います。今古代魔導士マジで強いですからね、古代魔導士作るのおすすめです。おトレント倒されたけど、まあ、なんだこいつ、ウィッチとかねデビルとか止まってないんで、進撃のガリガリさんさようなり、ありがとうございました。まあでもね、ゼウスとか、まあトレントとかアンチはあるし、しかもね、何かしらのウィッチとかでも倒せますし、まあそれ考えたらどうなんだろうねって感じなんだよね。相手アビリティゴーレムかな。まあでも、腕音なんでアビリティは発動しないと思うんですけども。さあ、何を使って、うん、アーチャー魔法はね、もううんこですね。あんまり使いたくない。やばい、大型2体来て。下方されたヌボボが来ましたね。さあやっていきましょう。はい、ほい、せい。ほう、うん、コスナナでこれならね、まだレドラとかねブルドラの方が強いイメージはありますね、俺の中では。うん、でホワイトドラゴン買って、でなんか宿竜とか宿玉宿玉とかね買ったんですけど、ホワイトドラゴン育成に使ったんじゃなくて、俺はただただね確定枠に使いましたね、そういうなんだっけコモトレみたいなの。さあどうやって倒していこうかな。コラ猫が止まんねえんだよもはや。やべえなやべえな。いやうぜえ。マジでうぜえぞ。これもうね亀がいるからきついんだよね。止まんねえし。なんだこれ。なんだこの多くの山は。止まんねえ。多く止まんねえぞ。どうするよ。ヌボボだけだとね荷が重いんだよね正直。攻撃回数下がってるからね負けそうな時もあるんだよね。とりあえず適当に戦っていこう。ここら辺はでね、亀がもう無理なんだよね。亀が無理ゲーなんで、亀倒しに行け。もうオークとかでねめっちゃイモられてんなこれ。頑張れ。はい、よし、ナイス。亀はこっちに飛ばしてくる。こっちに飛ばしてこい。オッケー、いいよ。さあちょっと唐揚げ出して。ウィッチ、唐揚げが欲しい。唐揚げが欲しいんだ俺は。待て、もうねこれきついんだよね。コラ猫がなんだ、爆おじ猫って。これ白前キメラですね。俺なんかねホワイトドラゴンの動画のようにホワイトドラゴン使ってねえもんこの試合。あえて攻めてこいや、いいカメなんか使ってないで攻めてこいや。わあ使ってきたな、使おう。もうなんか今ここで使ったらねコスト7なんでなんか負けそうな気もするけど、まあねホワイトドラゴンの動画なんでね、さすがに使ってあげます、さすがに使ってあげます。
どうだろう、どうなんだろうな、これビーナスに負けるもんこれこれでコスナラって話になるとうんってなるよね。俺今うんってなってっからね、正直。唐揚げ出せよ、唐揚げ。よしよしよし、唐揚げ、よし、ナイス、よしよしよし。まあこんな感じでいいかな、強いわ普通に。はい、対戦ありがとうございます。なんだろうな、ホワイトドラゴン強いのかね、いまいち分かってないですね俺の中で。はい、ちょっと説明見に行きましょうか。はい、というわけでね、ホワイトドラゴンちょっと見ていきましょうか。空で敵を迎え撃つ召喚時に光の盾、でね、攻撃回数が27回、バルーンの半分ですね。バトルバルーンの半分で、コストステータスも低いですね、バルーンより全然低いですねこれで、コスト7で、光の武器レベル1、敵を光の剣で打ち上げ縛り付けるレベルアップで威力が増す、一部のキャラには無効とのことですね。でちょっと詳細見ていきましょうか。どこだ、ホワイトドラゴンについて。召喚コスト7の空中迎撃キャラ、地上または空中の敵に中距離全体攻撃を行います。ホワイトドラゴンは召喚時に光の盾を出現させ、光の盾に当たった地上の敵を押し出します。スキル光の武器は、海内にいる地上の敵にダメージを与えながら一度に最大3体までを光の剣で打ち上げて空中に縛り付けます。縛り付けられた敵は一定時間行動ができなくなり、空中攻撃によるダメージを受けるようになります。キャラトレントの木など設置物や一部の敵、空中にいるキャラに対しては光の盾の押し出しとスキルが発生しません。で今なんか不具合起こってるのかな、オフラインバトルのみ、一人で攻撃、一人で討伐以下の問題を確認してる。光の盾が砦をすり抜けることができないなんだそれ、ちょっと意味が分かんないですね。ちょ、言ってる意味がちょっと分かんないですね。一部のキャラに対してスキルが発動しない、なるほどね。まあでもこれオンラインバトルでは通用してるということなんで、まあいいんじゃないかな。うん、でなんかね、先行販売の時に買うと優勝ルビーで買えると、キリンセットというね、限定武具とか育成セット、ドラゴンメダル30枚、トモトレ満タン回復玉がね100個ついてきますね、という感じで、販売されてますね。まあね、そんなね、最近のキャラの中ではぶっ壊れてはないなっていう風には思うんですけどもね、まあ、ちょっと俺麻痺してるな、感覚が。なんか今までさ、キャラゲーな、ふざけんな、ふざけんなとかって思ってたんですけども、なんかいざさ、新キャラがさ、あれ壊れてねえなってなると、なんか悲しくなる気持ちになるんだよね。多分これ多分、本当にね、運営に洗脳されてんだなって思い始めましたもん、俺。あ、これ洗脳、運営にさ、洗脳されてんなって。今までキャラゲーでさ、ここまでさ、なんかこの運営頑張ってきたと思うんですけどもさ、まあ、ユーザーがね、求めてんのが逆にぶっ壊れだったんじゃないかなっていう説が、俺の中で。うん。なんで今回ぶっ壊れてねえのっていう、なんかユーザーがね、残念がってるユーザーがね、結構いるんですよね。うん、逆にもう、洗脳されて麻痺しちゃってるんですよね、感覚が。だからね、本来あるべきの、本当ホワイトドラゴンのこのステータスと強さだと思うんですけど、ね、多分ね、結構いろんな人からすれば、買った人からすれば、なんでこれそんな強くねえじゃんみたいな、多分そういう感じだと思いますよ。これが普通だと思うんですけどね。これが普通だと思うんですけど、ちょっと麻痺しちゃってるね。運営の手玉に取られてますね、俺らユーザーは。ということでね、ちょっとベラベラ喋ってたんですけども、この辺でね、終わりにします。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。